はい、すいません、号外です。号外になります。はい、すいません、ありがとうございます。びっくりだけです。うん、ね、こんなことがね、日本であってもいいのかっていう感じでね、銃のことでね、うん、日本でこんなことがっていうのと、あまりにもちょっと卑劣かなっていうのがあって、民主主義の根幹である選挙が行われている中で起きた卑劣な蛮行であり、決して許すことはできないと。安倍元総理が奈良で演説中に銃撃されたというニュースを受けまして、大ショック受けております。で、先ほどの松野官房長官の発表では容体まだ不明だということで、とても心配しています。黙祷。小野田紀美候補当選確実。